逆に百戦錬磨のジョン・ウィン・パーがちょっと攻めあぐねています。イケメンのマゴメドフ、そしてジョン・ウィン・パーの対決、いよいよ試合はファイナルラウンドとなりました。さあ右がジョン・ウィン・パー、左が1m87cm 長身のマゴメドフ、左ミドル、そして右のミドルを出していきます。左右の連打はマゴメドフ、ロシアのチャンピオンマゴメドフ、右のストレート、下から上に突き上げるような形でストレートを上げていきました。ジョン・ウィン・パーです。第2ラウンド立ち上がりは攻めていきましたが、途中からちょっと攻め手にかけるという感じのジョン・ウィン・パーでした。左右の連打、あ、膝です、膝を出していきます。マゴメドフは一度パンチを出すと二度三度といろんな技を出していきます。志賀さん、はい、どうぞ。赤コーナー、ジョン・ウィン・パーです、はい。コンビネーションを使っていけと、そして先ほどとは変わってキックで終わらせろという指示ですね。あ、パンチではなく、キックでいけということですね。多くも相手も掴まずにとにかく蹴っていけという指示でした、はい。赤コーナーからは駒田健吾アナウンサーでした。志賀さん、はい、青コーナー、マゴメドフサイドも同じようにですね、はい、足だキックを出せと言ってますね。で先ほど審判からちょっと注意を受けたんですね、はい、足を掴んでのパンチは1回だけしか有効ではないということで、まあ、相手は疲れているんだから落ち着いていけ、キックを立てと言っています、はい。藤森翔平アナウンサーからマゴメドフサイドの情報でしたが、まあ、やはりこの両者キックを出せという指示が、ね、セコンドからは飛んでいるようですが、やはりこの距離パンチとなっています。ファイナルラウンド、距離的にはちょっとマゴメドフですよね、はい、やはりこの10センチ高いということで必然としてリーチも長いですもんね、うん、あと後ろに下がります。ジョン・ウィン・パー、あのブアカオフォープラムックを追い詰めたジョン・ウィン・パーが後ろに下がる場面となっています。まあ、非常にあのレベルの高い攻防ではありますよね、はい。そのラウンドグローブ、アースラン・マゴメドフ、ロシアのムエタイチャンピオン、そしてこちらがオーストラリア最強の暴れ馬ジョン・ウィン・パー。さあ両者中央でファイナルラウンド、残り時間がまもなく1分を切ろうというところです。右のストレートを出していきました。ジョン・ウィン・パー、右のローアウトローを出していきました。ジョン・ウィン・パー、セコンドからは足を出すという指示が飛んでいます。逆にこのマゴメドフもかなり懐が深い、パンチを出しますが決定打がありません、ジョン・ウィン・パー。マゴメドフ、弟が今年の3月に敗れています。その相手が一人左カウンター気味に決まりました。右のアウトロー、さあそして連打を出していきます。逆にマゴメドフです。キックを両者ともにここは打ち続けています。さあ最終ラウンド30秒まもなく切ろうというところ、左右の連打を出していきました。ジョン・ウィン・パー、赤のグローブ、オーストラリア、このジョン・ウィン・パー、逆にロシアの 1m87cm 兄貴アースラン・マゴメドフ、弟の敵を取るためにも右のストレート、しかしガードしていたジョン・ウィン・パー、最後の連打、コーナーに追い詰めようというジョン・ウィン・パー、左のハイキックも出していきますが、これは不発。残り時間が少なくなった第3ラウンド、ファイナルラウンドです。さあ飛び込んでいく最後のこのジョン・ウィン・パー、クリンチになった状態、第3ラウンド間もなくゴングとなってしまいます。なかなかお互い主力は尽くしたんですが、決定打はありませんでした。ファイナルラウンド、この左のフック、いい左ですよね、終盤に決まりましたけども、畠山さん、はい、今のこの最後に決まったジョン・ウィンの左フックで効くかなと思ったんですけども、そうですね、マゴメドフはなかなか効かないですね、まあ、一番今日まともに当たったパンチじゃないですか、はい。まあ、しかしこのジョン・ウィン・パーもなかなかパンチが当たらない、焦りも見えました。まあ、しかしこのジョン・ウィン・パー、やはりこの格闘家、そして格闘ファンなら誰しもこの名前は聞いたことがある、そうですね、注目の選手なんですけども、あ、本当中量級版のパーフェクトですよね、判定の結果をお伝えいたします。いよいよ判定となります。ジャッジ三岡30対30ドロー、まずはドロー、ジャッジ小竹30対29青アースラン、ジャッジ大谷30対30ドロー、両者2票以上ありません。延長戦に入ります。延長戦へと試合が進んでいます。やはり両者決定がなかったということですね。さあ延長のラウンドは一体どちらに有利に働くのか、まあ、決定だがなかなか与えられないジョン・ウィン・パー、そしてアースラン・マゴメドフ。第3ラウンド主力を尽くした両者ではありますが、延長のラウンドに突入してまいります。
延長ラウンドに入りました。両者ともにここまで決定打はなし。ジョン・ウィンパーが前へ前へと攻めていこうとする。左のフックを返していきました。マゴメドフ2人組み合った状態。さあ残りないとも笑ってもこの3分間ジョン・ウィンパーもどんどんと前に行くと思われます。行かないとダメでしょうね。そうですね、逆にマゴメドフの左のストレート出していきます。志賀さん、はい、どうぞ。赤ジョン・ウィンパーサイドですが、はい、パンチパンチキックのコンビネーションが大事だと、はい、今単独でパンチキックを打っているのでそれだけでは体力を消耗するだけだ、コンビネーションが大事という言葉が出ています。はい、駒田健吾アナウンサーから連打の指示ということですね。ジョン・ウィンパーです。また今みたいにこのローキックはいいですよね。はい、まあ、しかしこのローキックでもアースランはなかなか止まらない、はい、前へ前へと出てきます。やっぱり背の大きい選手に勝つにはこういうやっぱり下から崩していくのはいいですけどね。さあそのジョン・ウィンパーが活路を見出せるかどうかというところもこのラウンド注目です。志賀さん、はい、どうぞ。青コーナーマゴメドフサイドはですね、はい、先ほど3ラウンド終わって、まあ、勝ったよな勝ったよなという手応えを掴んでいたそうですね。まあ、特にその他具体的な指示は飛んではいないんですが、はい、まあ、ちょっとね判定の結果で、まあ、延長戦に入ったのは予想外だったのかもしれません。まあ、しかしこのアースランマゴメドフ、まあ、弟も敗れている、弟の敵を取らねばならぬ、まあ、そういった意識もプラスされているでしょう。延長ラウンドに入っています。右から左に攻めるのがジョン・ウィンパー、左を出していきますが、マゴメドフも手を返していきます。右のローキック、左のストレート、ジャブを出していくマゴメドフ、背の高いマゴメドフ。畠山さん、はい、このマゴメドフが前へ行くかなと思いきや、うん、ジョン・ウィンもうまく足を使ってきますね。そうですね、まあ、どちらかというとマゴメドフ選手の方が誘ってるんだと思うんですよね。はあはあ、下がりながら攻撃してた方が、ジョン・ウィンパーは自分の距離じゃないので強引に入ってくるわけじゃないですか、はい、そこはやっぱり狙い撃ちしてるんですよ、さっきから見てると。左、今のような感じでパッと前にジョン・ウィンが出てきたところでパンチを出していきます。アースラン・マゴメドフ、そういう意味では高度な攻防ですよね。そうですね、レベル高いですよ。さあこのあジョン・ウィンパーが最後の連打を出して、ややマゴメドフ、ここが右2発入った。さあエクストララウンド残り時間1分を切ったところ、さあ一気にジョン・ウィンパーが詰めていった。この辺がジョン・ウィンの前ところですね。前もうここが勝機だと思ったところで一気にいきます。あとしかし左、マゴメドフもパンチを返していきます。左右の連打、負けてジョン・ウィンパーが後ろに下がる。さあ逆に今度はマゴメドフか。さあ弟の敵を取るためにも日本のこの代々木のリング、左右の連打、後ろに下がったジョン・ウィンパー、マゴメドフのパンチが効いているか。左右の連打を出していく。両者このラウンド有効打は出ているんですが、倒すまでにあと一歩、残り時間が20秒を切っています。エクストララウンド、ジョン・ウィンパーが攻めていったかと思いきや、今度はアースラン・マゴメドフ攻めていきました。両者ともに左右の連打を出していく。左を出しますジョン・ウィンパー、左右の連打はマゴメドフ。さあ左、ここも両者両感がなくなってしまった。ファイナルラウンドの後のエクストララウンド、ここも勝者は一体どちらに転がるのか注目となります。これはジャッジ泣かせですね、これね。難しいですよね。エクストラウンド、まずはこのマゴメドフの右の今の服ですね。そしてジョン・ウィンパーも負けじと左右の連打。そうそう、ここで一回ジョン・ウィンが山を作ったんですけどね。はい、まあ、しかしこの押された直後にアースラン・マゴメドフ攻めていったっていうのは、高山さん、そうですね、やっぱり勝ちたいっていう気持ちが強いんでしょうね。さあ両者の対決、延長のラウンドを迎え、さあ一体判定はどうなるか。ジャッジ水岡10対9、青アースラン、マゴメドフがまずは取った。ジャッジ大谷10ドロー、そしてドロー、ジャッジドロだけ10対9、青アースラン、以上2回目を目指して、アンコーナー判定2回目、アースラン・マゴメドフ選手の判定です。アースラン・マゴメドフが青コーナーを片手に取りました。ジョン・ウィンパーを破りました。1m87cm、ロシアムエタイ王者、K-1 の舞台、弟の敵を取りました。最後は僅差の判定でした。レベルの高い試合でしたね。ジョン・ウィンパーはまたも僅差の判定負けとなってしまいました。